エリチ、明日の部活は大丈夫そう？明日は陸上部の大会の様子を見てから向かうから、先に行っててくれる？それから、明後日も理事長と話すことがあって、部活に行けるかどうかわからないの。悪いけど、部活はみんなに任せるわ。うちも何か手伝おうか？私一人で大丈夫よ。了解。エリチ、忙しいな。エリチ？今何か言った？ぼんやりしてエリチらしくないね。最近肌寒くなってきたし、エリチも少し疲れてるんじゃない？普段ならこれくらいどうってことないのに、おかしいわね。でももう今週もおしまいだから、土日でゆっくり休むことにするわ。心配かけてごめんなさい、のぞみ。エリチ、うちはごめんなさいの言葉が聞きたいんじゃなくて、パワーいっぱいの元気なエリチが見たいんだよ。パワーいっぱいか。そうね、これくらいで疲れてるなんて私らしくないものね。うんうん。というわけで、はい、これ。これって旅行のガイドブック？ただのガイドブックじゃないよ。これはご利益たっぷりの温泉特集。温泉か、いいわね。どこか観光に行ったついでに。違うってば。観光のついでじゃなくて温泉がメインや。温泉にはね、いろんな効能があるんだよ。確かにお湯の成分で効能も変わるのよね。それだけじゃなくて、温泉にはそれぞれのスピリチュアルパワーもたっぷり入ってるんだよ。そうだったの？だからいっぱい温泉に入っていっぱい効能をいただいちゃおう。そんなに入るの？二人で温泉に行ってたっぷりパワー注入しちゃおう。あー気持ちいい。お家のお風呂も気持ちいいけど、広い温泉って本当に気持ちいいね。近場にこんな素敵な温泉があったなんて知らなかったわ。これなら学校が終わってからも来られるわね。ここの温泉は疲れが取れてお肌がすべすべになるって評判なんだって。確かに体が優しくほぐれていく気がするわ。少しずつエリチのパワーが溜まってきたかな。明日はもっといっぱい温泉を楽しもうね。明日は別の温泉に行くの？ここで良さそうだけど。名残惜しいけど、うちらには神様のお湯が待ってるから。神様のお湯、すごいことになりそうね。紅葉が綺麗ね。温泉に行くまでにこうやって季節も楽しめるなんて素敵ね。のぞみ、どうしたの？そんな怪しい笑い方をして。人里離れたところに隠されし人、これはもうスピリチュアルパワーも満点やん。スピリチュアルパワー、確かにこんな素敵なところならたくさんパワーもありそうね。でも本当にこんな山の上に温泉があるの？山頂まで来たけれど、どこにあるのかしら。神様のお湯、ないな。看板はこっちになってたんだけど。あ、向こうに人がいるわ。聞いてみましょう。ごめん、エリチ。
違う方向に来ちゃってたみたい。どこまで戻ればいいのかしら。看板があったところ、ずっと戻っていかないとダメみたいで、ごめんね。ううん、いいのよ、気にしないで。おかしいな、エリチに元気をあげたいと思ってたのに、こんな違う方向に来て疲れさせちゃうなんて。ナザミ？あ、エリチ？どうした？ギューってしたら苦しいよ。ナザミ、どうして私のためにそんなに頑張ってくれるの？私って一人でできるつもりでいるくせに、いつもナザミに支えてもらってばかりで。エリチ、そんなの今さらやん。うちはエリチが大好きで、エリチのためなら何でもしてあげたいんやから。仕方なく手伝うんじゃなくて、してあげたいからしてるんだよ。だから自分の存在が負担になってるかもなんて言わないでほしいな。のぞみ、ありがとう。私ものぞみが大好きだから、のぞみの支えでいたいわ。ごめんねなんて言わないでね。そのためにも早く目的地を見つけないとね。そうだね、もう場所は分かったから大丈夫。行こう、エリチ。よかった、神様のお湯はここにあったんやね。まさかこんなに近くだったなんて、遠回りになっちゃったね。でも遠回りしてよかった気がするわ。そう？それならいっか。はあ、神様のお湯はまた一段と気持ちいい。本当にのぞみが選んでくれた温泉だから余計効果がありそうだわ。でも私にとってのぞみがいればどこでもパワースポットになっちゃうのかも。エリチって面白いこと言うね。そうかしら、真面目に言ったつもりなんだけど。ありがとうエリチ。足湯の後はゆっくり湯船に浸かろう。明日からのエリチの元気の源になりますように。